ちは縁カタローチャンネルです。オリコンの2020年5月25日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2020年5月11日から2020年5月17日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、涙岬、中村ひとみ。発売日2020年4月15日。日本クラウン。第19位、その気もないくせに、藤井かわい。発売日2020年4月22日。徳間ジャパンコミュニケーションズ。第18位、泥酔い酒、常田井文也。発売日2020年5月13日。日本クラウン。第17位、しぐれ高山、青い香り。発売日2020年4月1日。徳間ジャパンコミュニケーションズ。第16位、黄昏に愛を、岩手和也。発売日2020年4月22日。キングレコード。第15位、母、氷川きよし。発売日2020年2月4日。日本コロンビア。第14位、べっぴん音頭、みちのく娘。発売日2020年5月13日。日本クラウン。第13位、夜の花、三河健一。発売日2020年5月13日。日本クラウン。第12位、初めて好きになった人、竹島ひろし。発売日2020年4月15日。定築エンターテインメント。第11位、瀬戸内小豆島、水森かおり。発売日2020年2月18日。徳間ジャパンコミュニケーションズ。第10位、センチメンタルハート、男のしぐれ、辰巳ゆうと。発売日2020年3月18日。ビクターエンターテインメント。第9位、名残歌、
市川由紀乃。発売日2020年4月8日。キングレコード。第8位。アジサイ雨情令和版。夏木彩子。発売日2020年5月13日。キングレコード。第7位。残暑山内圭介。発売日2020年3月11日。ビクターエンターテインメント。第6位。氷雪の岬大月みやこ。発売日2020年4月22日。キングレコード。第5位。時のしおり上沼恵美子。発売日2019年11月13日。定築エンターテインメント。第4位。出世灘西方博之。発売日2020年5月13日。キングレコード。第3位。海に語りてパク・ジュニョン。発売日2020年2月26日。キングレコード。人には言えない悲しみを目の前に広がる海に向けて一人吐露する人間の姿を描いた海に語りては叙情あふれるマイナー調のバラード作品。今回の作曲は現在カラオケユーザーを中心に人気沸騰中のシンガーソングライター半蔵。そのスケール豊かで伸びやかなメロディーにパク・ジュニョン特有の哀愁感あふれる歌唱が光ります。第2位。右手と左手のブルース岩佐美咲。発売日2020年4月22日。徳間ジャパンコミュニケーションズ AKB48 を卒業し演歌歌手一本での活動を始め4年目となる岩佐美咲。通算9枚目のシングル3形態のうち耳物語コラボ版のカップリングにはパチンコ海物語シリーズ最新機種の曲をカバーした2人の海物語岩佐美咲バージョンを収録。第1位。津軽三味線一人旅流星。発売日2020年5月13日。日本コロンビア。昨年6月16歳で銀次郎旅ガラスでデビューし年末の第61回輝く日本レコード大賞で新人賞を受賞した歌、三味線、尺八をこなす三刀流歌手流星の2枚目のシングル。デビュー曲
銀次郎旅ガラスでは尺八を演奏し話題になりましたが、今作津軽三味線一人旅は歌全般での三味線演奏で、前作に続き若さあふれる内容の詩に合わせて勢いを感じる歌と演奏で見せます。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。